2018年3月13日10時29分バルセロナ、ネイマール復帰の逆オファー否定、拡大、バルセロナは12.1、現パリ・サンジェルマン、PSG、FW ネイマールからクラブ復帰の逆オファーを受けたことを否定した。スペイン、ムンド・デポルティボは先日、ネイマール側からバルセロナ、に対して、同クラブへの復帰を希望していることを伝えられたと報道。しかしバルセロナのスポークスマンを務めるジョゼップ・ビベス氏は、そうした接触が一切ないことを強調している。ネイマールがバルセロナに戻りたいという話は確かではない。そのブラジル人はこのクラブを去り、私たちは退団する彼の幸運を祈った。それ以降は、何もないよ。復帰の可能性が実際にあるかどうか、クラブに所属していない選手について、何か、を推測することはない。ネイマールは昨夏、移籍金2億2200万ユーロでバルセロナから PSG に加入した。ボール.com、今、あなたにおすすめ。